最後にエキサイティングな撮影でししたねしかもあのゾロ役ということで非常にあの嬉しいです、ね、えそうですねやっぱりんだろうなんかこうゾロっていうそのキャラクターが持ってる力強さとかで僕もか片こうなってるじゃないですかなん、まあ、ここだけの表情でこう見せるっていうのはど,どういうふうにしたらいいんだろう ちょっと思ってたんですけど、まあ、あのちょっと皆さんにこう乗せられてなんとかこう作れたかなという感じですねあと結構姿勢だったりとかあのその何て言うのかなこう抜けるような,なんか声の質というかちょっとこう意識してやってましたとにかくかっこよくあとちょっと悪く、ええっていうところですね 僕自身あのまあ海で結構まあ結構というかまああの趣味であの釣りをやったりしているのでその作品の中で描かれているその釣りのシーンとかそういうのがすごく好きですねいやもうまさしく今日の撮影なんかもう本当そうですよねこれがもう次につながるようにえーえ,ーぜひえまた僕自身もね 進化していかななきゃならないしまああの,、えーまあ、その僕はその俳優という仕事をしてますからあの来年ももっと人をこう喜ばせたり楽しませたり感動させられるようなねそんな役者になりたいなともっともっと勉強して、えー、ちょっと頑張りたいと思います。 恐れないことですね、うん、勇気を持つってこと多分一歩その踏み入れられないから多分ちょっとこう躊躇しちゃったりもちろんそういう、まあ、何がちょっと怖さってあるじゃないですかでもやっぱりそこを踏み入れる勇気と、うん、そうですねあとは踏み入れたら自分を信じることだと思いますね。 その信念を貫き通すっていうのがすごく大事なんじゃないかな必ず誰かが見ててくれるっていう思いで僕もずっとやってきたんでそれがすごく大事なんじゃないかなって思います。